どうも、のりごとです。5月10日、祝令和、祝10万人ということで、ありがとうございます。この YouTube チャンネルの登録者数が5月10日現在で、10万1013人ということで、気がつけば10万人を超えておりました。どうもありがとうございます。思い起こせば何年前だろう ?6、7年前。どうやって見ればいいんだこれ。日付、2010年でしたね。2010年の7月にストップモーションということでアップして以来なんで、19年前か。9年前に初めての動画をアップして、それから2年また空いて、2012年頃に3、4本のね、リバースブラザーズという逆再生の動画をアップし、そしてまた1、2年空いて、1年か。2013年の6月に、これがすごいね、思い入れ深いというか、結構記憶にしっかりと残ってるんですけれども、ギネスに、勝手にギネスに挑戦したいということで、こんなギネスあるんじゃないか、なかったら作りたいということで、挑戦し始めたシリーズ、ギネスに、勝手にギネスに挑戦シリーズ。初めての投稿が、県境反復横跳び。県と県の境を、愛知県と岐阜県の境を反復横跳びで、すごいスピードで、県をまたいでギネスに挑戦しようというね、1分間に何回県をまたげたのかというね、記録に挑戦したこと、懐かしいんですが、そんな思い出もあり、それが2013年なので、それから、6年ですか、6年経過した今、それ以来ちょこちょことお休みをしつつで、本日2019年の5月10日、まあ、ちょっと前にも超えてたみたいですけど、晴れて登録者10万人をね、突破したということで大変嬉しく思っております。いつもありがとうございます。ぜひね、そんな本当の初期の初期の動画もね、リンクちょっと貼っておきますんで、よかったら見ていただければと思いますが、いろんなテーマの変更などを経てね、今現在に至るわけですけれども、3年前かな、ちょうど3年前のこのゴールデンウィーク明けぐらいの時に、お風呂にね入った時に、急にこの首の後ろというか、頭のね付け根、首の付け根ぐらいのところに違和感を感じまして、とんでもない違和感を感じまして、これちょっと本当にやばいっていうのを感じ、すぐにお風呂を上がってベッドでね、ちょっと横になってたら痙攣が止まらなくなり、救急車を呼んで、若年性脳梗塞ということだったんですけれども、それでね、1ヶ月ぐらいずっとベッドで寝たきりで、本当に何もすることがなくてしんどくて、もうこれは本当にどうしようかっていうねぐらいの思いがあったんで、もうこれはもうダメだなっていう感じだったんですが、何もやる気も起きず、あ、もうこのままもう本当にどうなるんだろうっていうようなねところで、テレビだったりも本当に見る気が起きず、本も読めず、でそんな時に出会ったのが、YouTube の海外 YouTuber のね、もうケイシー・ネイスタットが一番ですけれども、英語が特に分かる方じゃないので、それもまた良かったと思うんですけれども、そのね、もう日本語を聞くのもしんどいぐらいだったんで、何を言ってるのかあんまりわからないぐらいなのがちょうどよかったんですが、映像を見て本当に引き込まれまして、これはすごいと、またちょっと元気になったら僕もこんな感じの動画をアップしたいなっていうのがスタートで、それが多分3年前のちょうどこのゴールデンウィーク明けで倒れてなんで、その夏前だと思うんですけれども、そこから多分そんなに途切れることなく動画をねちょこちょことアップし続けて今に至るという感じなんですが、であの時ちょっと体を悪くして倒れてよかったなっていうね、本当にその時にもうずっと YouTube をもう見続けて、だからこんな元気になったらやりたいなっていうね気持ちを今でもちょっと思い出すぐらいなわけですけれども、これからもねぼちぼちと動画投稿を続けていければなと思っております。あの年初にちょっと目標にした動画120本投稿はね、やっぱりちょっとできなさそうなんで申し訳ないですが、まあぼちぼちとねやめずに続けていければなと思っております。あ、そうだそうだ、5月10日おめでとうございますということでね、料理動画をアップしているタイチャンネルのタイキさんにね、ご当初からを作っていただきまして、 N5 のね砂糖を振りかけたご当初からをね作っていただきまして、記念にねいただきまして、ありがとうございます。美味しく食べさせていただきました。という感じでってどういう感じかちょっとわかんないんですが、5月10日ということでね、ちょうど登録者数もあの10万人を超えてたということなんで、ちょっとだけね昔を思い出してノスタルジーになってしまいました。
ということで、これからもねぼちぼちと続けてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さようなら。